皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。日本の都市部では近年、公共交通機関の充実やカーシェアリングサービスの普及などによって、若年層を中心に車を所有する人の数が減っている傾向にあると言われていますが、依然として多くの人々にとっては車は日々の生活で必要不可欠な存在となっているでしょう。日本の自動車産業は日本経済を支える重要な産業の一つとなっており、高い品質、信頼性、燃費の良さ、コストパフォーマンスの良さなどが魅力とされる日本車は、国内のみならず世界中でも高い支持を得ています。特にトヨタやホンダ、日産などの大手自動車メーカーはグローバルに展開され、日本車は世界の自動車市場で高いシェアを占めているわけなんですが、実際にどんな車が売れているのかを見てみると、同じ日本車でも日本と海外ではかなりの違いがあるようです。そこで今回は、日本と海外で好まれている車の違いを象徴するような、ある一つの現象について紹介いたしましょう。世界では売れているのに日本ではセダンが売れない。現在世界的に高い人気を集めている車種は、スポーツやレジャーに適した装備を持った SUV だと言われていますが、世界では高い快適性や安定した走行性能、洗練されたデザインなどを魅力とするセダンも根強い人気を誇っています。そして特に北米市場での人気が非常に高く、日本を代表するセダンとして世界的に知られているのがトヨタのカムリです。カムリはミドルクラスのセダンであり、トヨタ車の中でも長い歴史を持つモデルの一つ。初代モデルが発売されたのは1980年のことで、スポーツハッチバックとして人気だったセリカのセダン版として、セリカ・カムリという名で登場しました。その後、駆動方式がフロント部分にエンジンを搭載し、後輪で駆動している FR から同じくフロントにエンジンを搭載し、前輪で駆動している FF へと変更されると、徐々にセリカのセダン版というイメージは消えていき、コンパクトサイズのセダンという位置づけへと変わっていったのでした。そんなカムリの海外市場における人気は絶大です。中でもアメリカの評価は高く、1982年に初めてアメリカにカムリが上陸して以来、約1300万台を売り上げたと言われるほど、アメリカの人気車種ランキングでもフォードの F シリーズなどピックアップトラックが上位を占める中、毎年ベスト10以内の上位に位置しており、セダンとしては2002年から2022年まで21年連続で乗用車販売台数トップを維持しているのです。カムリは当初、実用的でコンパクトかつ壊れにくい大衆車としてヒットしたモデルでしたが、2000年代に入ってから方向性を転換することになります。2006年に登場した8代目のモデルでは、エクステリアのデザインを大きく変更して高級感をアップ。さらに2011年に登場した9代目のモデルでは、高級感を持ち合わせながらスポーティーな要素も取り入れられました。2018年にはフルモデルチェンジが実施され、スタイリッシュでエレガントな高級セダンへと生まれ変わり、より一層北米のカムリファンが増えたと言われています。広い室内空間と快適な乗り心地もカムリの魅力の一つ。前席と後席の両方に広々としたスペースがあり、長時間のドライブでも疲れにくい設計となっています。高い燃費性能や充実した安全装備も兼ね備えており、海外ではビジネスシーンや家族でのドライブなど幅広い用途に適しているとされているのです。カムリは世界戦略車としてトヨタにとって欠かすことができない存在だと言えるでしょう。アメリカ以外でも現在100カ国で販売が行われており、特にアジアの新興国においてはワンランク上のセダンとしての揺るぎない地位を確立しています。しかし、そんな世界で愛される高級セダンカムリですが、
日本市場ではそれほど成功することはできませんでした。もともと日本ではトヨタのセダンといえば圧倒的な存在感を放っているのはクラウンであり、カムリが大きくヒットすることはなかったのです。加えて近年では SUV やミニバンの人気に押され、セダンの販売規模は縮小しています。2021年度の販売台数は計8933台となっており、トヨタを代表するコンパクトカーヤリスの20分の1以下の販売台数でした。そして2023年3月、トヨタはカムリの日本国内販売終了をディーラーなどに通達したのでした。カムリが国内販売終了に至った理由は、一言で言えば販売不振なわけですが、セダンに関しては日産のフラッグシップセダンであるシーマと高級セダンのフーガ、ホンダのミドルセダンインサイトも生産中止と、あまり明るい話題がありません。それではなぜ世界で高い評価を受けるセダンが日本では売れないのでしょう。日本でセダンが不人気な理由。セダンはもともとフォーマルなモデルとして発売され、プライベートからビジネスまで幅広いシーンで活用できる人気モデルでした。そんなセダンの人気がなくなってしまった理由の一つとしては、たくさんの荷物を積み込むことができないということが挙げられるでしょう。セダンはボンネット、車室、トランクの3つで構成され、ボンネットや車室が大きく取られているため、トランクスペースはやや小さめです。大きな荷物だと単体でも積めないことが多く、スペース効率の悪いセダンは選ばれない傾向にあります。またセダンは高性能で走行性能にも優れていますが、安定した走りを実現できるのはその構造上の特徴によるものです。シートの位置が低く設定されており、重心が低いため安定しているのですが、シートの位置が低いことは乗り降りのしづらさにもつながっています。天井も低いため、乗り降りは腰をかがめて行わなければならず、小さい子供や高齢者には負担が大きいのです。総じてファミリーカーとして使用するには不向きなモデルだと言えるでしょう。安定した走行性によって体感速度が遅くなるというデメリットもあります。あまりにも安定しているために速度が遅いと感じてしまいやすくなり、無意識にスピードを出した結果、事故やスピード違反などにつながってしまうこともあると言われています。ボディが大きいこともマイナスに作用しているかもしれません。日本では狭い道路や駐車場の問題があり、大型のセダンを扱うのは難しい場合もあります。そのためセダンは使いづらいというイメージがつき、セダンの大きなボディに懸念を感じたユーザーの多くはより小型の車種へ、またはどうせ大きい車に乗るのなら使い勝手の良い SUV へと流れることになります。発売当初は爆発的な人気を誇り、現在でも一部の層からは愛されているセダンですが、若年層のユーザーからは年配車層向けの車というイメージを持たれているというのも不人気の理由の一つ。かつては成功者の象徴とも言うべき憧れの存在であったものの、近年デザイン性などからもトレンドから外れ、多くのユーザーにとってセダンに乗ることは重要ではなくなってしまったのです。日本でセダンに乗る人が減ってしまったことには様々な理由を挙げることができ、このような背景からカムリの日本国内での販売も終了することになったようですが、海外向けの生産は継続されます。世界中で人気の車種が日本でのみ売れないというこの現象には困惑する外国人が多いらしく、カムリの日本国内販売終了に関してはアメリカの車関連のメディアも注目しているようです。関連記事には各国からたくさんの声が寄せられていましたので、一部を紹介いたしましょう。海外の反応。日本は本当に特殊な国だな。欧米人が好むような大きな車を作れるのに、自分たちはより小さい車を好むだなんて。確かに日本ではカムリの姿を見たことはなかったな。大きいセダンは全部クラウンだった。
全世界で販売終了だと勘違いしてる人がいるけど、中東、北米、中国とかでは普通に売れてるから、カムリの製造販売自体は続くよ。みんな安心して。セダンは日本の都市部で走るには大きすぎる。道路が狭くてそこまで長距離移動をする必要もないから、自然と小さい車でいいってなるんだよ。日本では売れなくなってしまったようだけど、アメリカではめちゃくちゃ売れてる。アメリカの道路は25年前に作られたカムリも未だにかなり大量に走ってるし、冗談抜きで戦車並みの頑丈さ。ホンダのアコードも本国よりアメリカでの方が売れてるね。もちろん人口の違いもあるとは思うけど、セダンが欲しいって人にとってはちょうどいいくらいの大きさなんだよな。美しいカローラまでもが日本で販売されなくなるとか、そんな日は来てほしくないな。コメント欄では多くの人がカムリを絶賛したり、日本でセダンが売れない理由について分析したりしており、やはり日本の道路ではセダンは大きすぎるという指摘が多くされているようでした。北米を中心とした海外では、独立したトランクルームを必要とする保守的な層が多いこともセダンが好まれる理由の一つです。車上荒らしなどを避ける意味でも、外から見えないところに貴重品などを収納できるトランクルームの存在意義は大きいと言えるでしょう。車体の大きさに関係なく、依然として十分に需要のあるボディバリエーションのようです。セダンのメリットは他にもあります。最大の特徴は走行の安定性であり、長時間乗っていても疲れづらいため、快適なドライブを楽しみたい人や長時間乗ることが多い人には最適なモデル。安定性ゆえの体感速度の遅さを指摘されることはありますが、これは意識次第で解消できる問題であり、疲れづらい分事故のリスクも低くなるといった見方もできます。車高が低いことに加えて、流線型のボディであるセダンは横風の影響を受けないという特徴もあり、突然の横風に強く煽られたとしても十分に耐えられます。また高級モデルの車なので、消音材もふんだんに使われており、ボディの剛性が高く遮音性に優れています。ノイズによるストレスがないので、乗り心地に優れた車だと言えるでしょう。エンジンスペースが大きく、パワフルなエンジンを積めるほか、強いエンジンに耐えられるだけのボディの剛性も備えており、力のある走りをしたい人にはおすすめです。エンジンのパワーが上がる分、燃費が悪くなるというデメリットはありますが、スムーズな加速で軽やかな走りを実現したい人にはうってつけ。しかも高級モデルゆえに新車価格は高めに設定されていますが、近年人気が落ちているため、中古車市場では大幅な値引きがされているところも魅力です。中古車になればどの車も値下げはされますが、セダンは全車種の中でも最も値下げ幅が広いモデルなのだそう。中古であれば高性能なモデルをお得に買えることもあるというわけなんですね。人気がない車イコール性能が悪いとは一概には言えません。特にセダンは性能とは関係のない部分で敬遠されることが多い車種かもしれません。車には個性や魅力があり、自分自身の生活スタイルや価値観を表現するものでもあります。人気があるかないかは車を選ぶにあたって重要な目安にもなることもありますが、車との出会いを大切にし、自分に本当に合った車を選ぶことで、より快適なカーライフを送ることができるでしょう。もし車を選ぶ機会があったら、慎重に選んで自分にとって最適な車を手に入れたいところですね。とはいえ、やはり自動車販売台数も気になるところ。販売台数が多ければ多いほど、世間の人々から信頼され愛されている証拠にもなります。日本車の中には世界一売れたと言われている車があります。それは多くのボディタイプが豊富にあるトヨタのカローラ。2005年世界で史上初の3000万台の販売台数を達成しており、ギネス世界記録に登録されました。2021年にはカローラシリーズの累計販売台数が5000万台に到達し、今でも記録を更新し続けています。
トヨタは水素で走る燃料電池自動車トヨタミライでもギネス記録を獲得しています。2021年補給なしでどこまで走行できるのかという記録に挑戦し、 1000km 超えの大記録を達成。ヒュンダイの FCV ネッソの持っていた 887.5km を上回り、ギネス世界記録に認定されました。近年、次世代的なデザインや走行性能を持った車が次々と登場し、自動車産業には様々な変化が起きています。今後も自動車技術は進化し続けていくことでしょう。当然、日本の自動車産業にも大きな期待が寄せられています。どのような車が登場し、どのような車が売れるのか、今後も世界、とりわけ日本の自動車市場からは目が離せませんね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。